しなやかなそして滑らかなスイングを覚えるというのが最大の飛距離を出すためには非常に大事なポイントになっていきます。そのためにこのタオルを使った素振りを練習場、または自宅等で繰り返すことでしなやかで、そして滑らかなスイングというものを体に覚え込ませることができます。 それでは具体的にどのようなやり方をするかというのを説明していきますね。このように少し長めのタオルバスタオルでもいいですし通常の手拭いっていうんですかね普通のタオルでも結構です。そしてその先端の方をこのように丸めて先に少し重りを作ります。 こんな感じですねそうしましたらこの反対側おもりの反対側でグリップをしますそしてここで連続素振りと言って行ったり来たり行ったり来たりの素振りをしますこのように。ポイントは背中にポンと当たったのを合図に反対側に振り出していきます。同じリズムとテンポを心がけて 振っていくといいと思いますそして、えー、例えば自宅でやるときも練習場でやるときもこの重りがどのような軌跡を通っていくかなんていうところも意識しながらできると、えー、さらにスイングの精度、えー、素振りの精度が良くなります例えばこのようにやってるときにですねこんな風にですね、えー、行きも帰りも変な、えー、バッテンになってしまったりするのではなくいつも同じ 道を通って同じリズム同じ軌道で、えー、触れるといいと思います、えー、もう一つのポイントとして背中の同じ位置に当たるということがポイントです このように振っていていですね、背中の当たる位置バックスイングそしてフォローで同じ位置にポンポンと当たるようにしてくださいこれが例えば首にこのように巻きついてしまったりまたは振った後に脇腹の下の方に当たったりするのではなくこの背中の脇の下の上部の方ですね同じ場所に当たるように繰り返しやってください。 そして練習場でもしやるんでしたらこのように何回か素振りをした後にタオルを置いて今度はクラブを振っていきますクラブはとても硬くなかなかタオルと同じようにしなりませんけどもイメージとしては 柔らかいタオルをこうしならせて振っているような感覚でやっていただくといいと思います。不思議ですけどもこのように軽いものをゆっくり振っていただけなのに今私もそういう感覚になっているんですけどもクラブを持っただけでこのクラブがまるでなんかものすごくこう柔らかいもののようにしなっているようなそんな感覚になります。その感覚が消えないうちに タオルを振っているイメージで、えー、滑らかなイメージを持ってここでボールを打っています。やってみましょう。えー、私もですね、えー、普段こういう練習が非常に基本だということは分かっているんですが、久しぶりにやって、えー、そしてすごく今いい球が打つことができて、えー、この練習の重要性というのは今改めて確認しました、えー。皆さんもぜひやっていただきたいと思います。 それでは中村さん、これからですね、このタオルを連続素振りでリズムよく振ることで、スイングが滑らかになって、そして非常にタイミングが良くなってきます。中村さんもご存知だと思うんですけども、このシャフトを上手にしならせることが、最小のヘッドスピードでも最大の飛距離を得るためには大事なポイントになりますよね。それを実現させてくれること なんんていうんですかね体得させてくれるというかそういった練習方法ですポイントは先ほど説明した通りなのでまずはベタ足でそれをやってみてください私がいいというまで続けてくださいそうですね背中ににポンと当たったっのを合図に切り返すすイメージです決して手だけでスイングするというわけではなく体の回転もそうですねそうですね 体全体が、えー、まるで、えー、タオルのようにぐにゃぐにゃになったようなイメージで、そうですね。体をしならせてクラブをしならせてタオルをしならせて振るイメージです。そうです。行きも帰りもあと５回いきます。はい、三、四、はい、オッケーです。 えー、自宅なんかでは、えー、クラブ振ることができないですから、えー、寝る前に、えー、またはお風呂入る前に1分間だけこの素振りを毎日やるだけでも相当な効果が出ると思います、えー、練習場ではこういうをタオルですねタオルで連続素振りをした後に今度はクラブに持ち替えて連続素振り今度、えー、今と全く同じことをクラブで素振りをしてみてください もういきなり体感が全然違うと思うんですけどどうですか、うん、こうしてですね、中村さん、はい、上げて下ろしてくるときですね、上げて下ろしてくる時のタイミングを背中に当たったのを合図に下ろしてくることで、いわゆる打ち急ぎ、うん、アマチュアゴルファーというのはどうしてもこう上げて、ぎゅっとこう早く、よく早いとかって言うじゃないですか、うん、そういったミスを起こさせないためにも、非常に有効な素振りの練習になります。当た 当た,たのを合図に下ろしてくる当たったのを合図に戻すそういうイメージになりますかね、うんはい、それではもう一度これでやってみましょう当たったのを合図に体を上手に切り替えていきましょうそうですそうですなるべく足はベタ足でそうですねそうですね 例えばそのまま続けてください。自宅でやるときも練習場でやるときも仮想のののボールの位置とというのを一点を点見つめて、えー、やるとさらに効果的です。そうですねいつも同じところにそれして当たってるっていうのはわかると思うんですけどもそれも一つ目安ポイントになっていきますはいありがとうございますそしたらですね今度は中村さんまたこれで素振りをしていただいて3回ほど素振りしましょうか。はい。 はい、3往復、1、2、はーい、OK です、そしたら今度はボールを実際に打ってみたいと思います。はい、イメージはまたここでクラブを振るというんではなくてタオルを振ってるイメージでボールを打ってみます。はい、ううん、すすごくいいいいかっていでね何がかと トップの間ができたんですよね。うん,うん、こう、ギャンとこう、打ち急がないで、トップの間ができてきました。はい、そうすると、間ができるっていうのは、何がいいかというと。クラブのシナリを作ることができるんですね。うそうすると、力まなくても、すごくスピードを出せますから。はい、そうです。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 はい、打ってみましょう。お。おー。 非常にタイミングが良くなったと思います、はい、えよくあのテレビとか雑誌とかで見てもそうなんですけどもテレビなんかで見るとよくわかりますねトッププロなんか一瞬トップで止まるように見えたりしますでしょあれっていうのは、えー、スイングの間っていうふうに表現したりするんですけども、うんえー、いわゆる今のようなこの切り返しのタイミングこれを覚えることで自然とこう一瞬止まってるよう、えー、そういったトッププロのようなタイミングをこれで手に入れることができるのでまあ割とお手軽な練習方法だと思うんですね。はい,い,い ぜひですね練習内プログラムに取り入れてみてください。はい